塩尻子孫が床奥の床神社で雨乞いや豊作を願い、子どもたちが参加する伝統行事、鳴神山の火祭りが毎年お盆過ぎの土曜日に行われます。夏休み中に育成会の人たちとともに床神社に集まり、用意された麦わらで松明作りが行われます。材料は麦わらを使い、束ねた麦わらの手元の部分を強く縛り、そこに麦わらを差し込みながら順に太くしていきます。一度に燃えてしまわないよう何箇所かを固く縛り、子どもたちが持てる長さに作ります。毎年20本ほど用意します。昔は松本市浅間の松明祭り、島内の鳥居とともに中心平の三大火祭りと言われました。祭りの夜、床神社から太鼓の音が聞こえてくると、区民が集まってきます。氏子総代の人たちが床神社の御神火を麦わらに移すと、参加した小学生と保護者、消防団などおよそ30名が松明をかざし、暗い山道を標高1095メートルの山頂にある鳴神神社を目指します。途中で火が消えそうになると、縛ってあった縄を解くと再び燃え上がります。この他にも缶に灯油を示した布を入れた明かりも用意されます。昔は安住平の方からも見えて、この松明の火がよく見えると豊作になると言われましたが、今は頂上までの登山道の木が大きくなり、里からは見ることはできなくなってしまいました。少子化などで危ぶまれる時もありましたが、地元の伝統行事を絶やさないようにと、若い人たちが集まり、登山道近くまでの15メートル間に唐松のかがり火が並べられました。